はい、皆さんおはようございます。10月26日火曜日がやってまいりましたですね。私のチャンネルそう見ていただきまして誠にありがとうございます。今日もカリフォルニア州のアーバイン市からお送りいたします。コーチアレックスでございますので、付き合いくださいませ。よろしくどうぞお願いします。皆さんこれ見ていただいたと思うんですけども、この今ですね、ワイルドカードがシングルイルミネーションで終わりまして、それからリーグディビジョンですね、ナショナルリーグと、アメリカンリーグ、これもベスト5、ベスト5でこれも終わりまして、そして、またリーグチャンピオンシップこれもナショナルとアメリカンリーグ終わりまして、今日がですね、なんとワールドシリーズチャンピオンシップでございますね。で、誰が勝ったというとですね、ここに出ておりますけど、ここの方が分かりやすいと思うんですね。これ見ていただければですね、このね、ヒューストン・アストローズがこうやって来て、ここまで来ましたね。ボストンがやっぱり見つかったんですが、最後はヒューストンに負けまして、ヒューストン。で、こちらはドジャーズがここに来たんですけども、最後にはアトランタ・ブレーブスに負けました。ですからですね、今現在ではヒューストン・アストロスとアトランタ・ブレーブス、今日がこの2つの試合があります。まあ私個人としましてはですね、あまりヒューストンに勝ってほしくないというのはですね、やっぱりチーティングしたんでね、チーティングするのは良くないですよね。まあとにかく来てますのでしょうがないなと思っておりますけどね。まあアトランタ・ブレーブとですね、ヒューストン・アストロス、それぞれね、すごいヒッターがいるんですよ皆さん。ヒューストン・アストロズにはアルバレーズ選手で、アトランタ・ブレーズにはですね、一番最初打つ、ロザリオ選手、この2人はすごいんですよ皆さん、打ちまくっておりますんでね。少しね、これもね、優勝に近づいてますんで、どちらか重賞分かんないんですけど、結局はそのやっぱり知識としてね、もちろん私は大谷さんファンでずっと大谷さんをやっておりますけれども、まあ大谷さんの同じ MLB とですね、やっぱり今度まだ勝った人が日本に行くかどうかも分かんないんですけど、日本の野球もまあ大好きなんで、ということで、ちょっとね、今日ワールドシリーズと大谷さんがね、今現在どうなってるのか、来年ね、マイク・トラウトと大谷選手中心にチーム作りするんですね。大谷さん、マイク・トラウトが怪我しまして、でなかなかこの大谷さんがうちに来るとね、歩かしたりとか、前と後ろにやっぱりね、すごい選手がいるとなんかすごい光るとということで、アトランタ・ブレーブにしてもタンパベイズにしても、ごめんなさい、アストロズにしてもね、結構いい選手いるので、まあそのようなね、やっぱりね、エンジェルスらしいこうものを作ってほしいなと。それでやっぱりね、ショヘイ・オオタニが光ってきますんでね、それをやっぱり期待しております、この僕でございますけれどね。ということで、今日はですね、このアトランタ・ブレーブズ対ヒューストン・アストロズのワールドシリーズでございます。そうですね、まあそれぞれのこのね、出ておりますけれども、一応ねラインナップはこういうふうになっております。こういう感じなんですけどね、まあこのなんですが、これやっぱりね、英語だけじゃわからないので、私がね、写真でわかりやすくちょっとやってますんで、まあカタカナかつければよかったなと思うんですけれども、まあね、日本もそうなんですが、アメリカもそうなんですが、ライスだいたいライストネームで呼ばれるんですね。たまに前、まあフルネームを言うこともあるんですが、で一人だけね、日本人で、アメリカに来た時にファーストネームで呼んでほしいということで、それは誰でしょうね、イチロー選手でございます。彼だけね、鈴木さんと呼ばずイチローって呼んだんですね。それ以外はみんな、ラストネームということで、一番ではですね、このロザリオ、ナンバーワンロザリオということで、まあフルネームAD マニュアルあるんですけど、まあほとんどロザリオと呼ばれて、こっちはナンバー2はフリーマン、そして3番がアルビーズ、で4番がライリー、5番がソラ、これがねちょっと変わることこともあるんですけど、6番が、ピダーさんはね、ドジャーズに行ったんですけどトレードされまして、そして7番がドゥワール、8番がドナード、
この辺もね、ドナーとこういうフランス語の雰囲気なんですけどね、ドナードですね、ドナード。これはスワンプさんさんね。ということで、アトランタ・ブレーブスのこういう、でこの中で、じゃあ一番誰が打つのかっていうとですね、この人です、ロザリオ。これこの間もね、彼が MVP もらいましたけれども、まあ、ナショナルリーグのね、でもらいましたけどね、昨日、一昨日かな、終わったときに彼が打ちまくってんですよね、右打ったり左打ったりもとにかくね、ボールが来たらもうスタンプして、ボールが来たら自分が来たなと思ったら打つんですよね。でファウルしたりもう行ったり、要するにね、ボールがね、ストライクゾーンに来るのボールをね、絶対見逃さない。あの大谷さんもそうするんですけど、たまにね、見てしまうことがあるんですね。要するに一つ見てしまう、それ見彼たちは見ないのよ、とにかく打ってしまうという、彼たちというのは、まあ、ロザリオさんがそうなんですけどね。そしてこう打ちましては、ヒューストンアストロズね、この中で、まあ、アルトゥーベ、この人がね、セコンド守って、まあ、ちっちゃいんですけど、セーフ結構よくおもろも打つけど、でブラントリー2番、3番がブレイグマン、4番がアルバレス、この人ですよね。この人ね、左選手なんですが、とにかくもう座ってるっていうのか、軸がものすごいしっかりしてて、これもね、彼もね、ボールがね、もうあのゾーンに来たら必ず打つ、ファウルしたりするんですけれども、とにかくね、あのボールはあのボール以外にはその見てみない、見に振りしにはしない、もう必ず打つということで、まあ、この人を非常に注目と、アルバレスさんね、それで5番がコレアさん、これやあれやこれや頑張れっていう感じなんですけどね。6番がタッカーさん、7番がグリエルさん、8番がマックコミックさん、コルミックさん、9番がモルドナード。このマルドナードもね、あんまり打てないんですけど、キャッチャーとしてはもう素晴らしい一流の方なんですね。大谷さんともすごいいい友達でエンジェルスにいた人なんですけど、まあトレードされまして、こっちに来ましたね。ということで、こんな感じなんですけども、僕は、まあ、わかるように、あんまりヒューストンよりも、このアトランタ・ブレーブスね、エンジェルスの A みたいな感じなんですけど、アトランタ・ブレーブスに勝ってほしいなと、まあ、ナショナルリーグでね、残念なんですが、まあ、やっぱりね、チーティングしないで勝つっていうのことはやっぱりいいですからね、そういうふうにやってほしいものでございます。そしてですね、こちらですけども、シルバースラッガーアワードファイナルアナウンスね、このね、このシルバー、ラッガー賞ですけども、まあ、ファイナリストが発表されましたが、まだね、待ってるんですね。一生懸命投与しまして、大谷さんがですね、勝つというふうに私は信じております。で11月の11日に発表されるので、少し楽しみにしまっていただきたいと思っております。で大谷さんはご存知のように132本、まあ最初の2021年はですね、26本打ちまして、素晴らしい成績は終えております。 MVP は間違いありませんということで、じゃあですね、 MVP 間違いないんですけど、そうですね、21年後にどうなるのかというのをですね、このね、ほら先ほど言いましたけど、まあね、このエンジェルスはマイク・トラウトとショウヘイ・オオタニを中心に作ると、まあこれね、うちのね、さくらちゃん、トラさんの妹、さくらちゃんが日本語読んでくれますのでお願いいたします。どうぞ。2021年以降の名簿の分解。エンジェルスは明らかに来年もスーパースターのマイク・トラウトと大谷翔平を中心に構築されますが、エンジェルスはこのオフシーズンを行うためのより難しい名簿の決定をしなければなりません。そうですよね。やっぱりね、怪我されたんじゃ、まあ、ドジャースもね、怪我しなければ勝てたかもしれないね。女の人の問題で、一人ピッチャーがすごい、結構いいピッチャー取ったんですけど、彼がダメで、まあ、また左のピッチャー、彼もダメで、カーショーですね、カーショー。
で、彼もダメで、また、ちらほら、大変で、結局は勝てなかったっていうことなんですね。ということで、こちらですね。これもちょっと、右利き、大谷さんは、大谷さんが、みんながね、じゃあ、今年はいろんな人が、エンジェルスではどうなったのかってこと全部出てて、その大谷さんのところ部分だけちょっと取って、さくらちゃんに読んでいただきましょう。では、お願いします。右利き投手、指名打者大谷翔平、2022年に550万ドルの契約、3年目の仲裁、2023年に適格。大谷はツーウェイプレイヤーとして歴史的なシーズンを過ごし、アメリカンリーグ MVP 賞を受賞することが期待されています。彼は同じシーズンにエリート投手と打者の両方になることができることを証明し、特に彼の周りのラインナップが改善されれば、来シーズンもさらに良くなることができると信じています。これですね。そのね、周りのラインナップが改善されば、大谷さんはさらに、3流、4流まで行くんじゃないかな。二刀流じゃなくて、三刀流、四刀流で、倍にして返すという感じでございますけどね。とにかく、2020年を皆さんも楽しみにして、大谷さんを応援していただければと助かっております。それはで、ということで、今日はですね、今日の夕方はまたこのゲームがあるので、それまた別にお送りしますけれども、一応大谷さんと今日の、これがありますよということとの、合わせてお送りいたしました。今後とも私のコーナーの、僕もね、財団法人やっておりまして、アーバインドルフィンというのはね、少年野球やっておりまして、僕はやってなくて、僕はCEO、社長って言いますかね、やっておりますけれども、アメリカと日本と違ってね、すごいお金どうのこうのじゃなくて、子供を応援するということで、あんまりお金取らないで、どうやって子供をヘルプしていこうという感じなんですね。ですから、僕は社長なんですが、そのコーチたちが子供、これアーバイン市だけなんですけどね、コーチたちがそのアーバインの子供を連れてきて、うちの、アーバインドルフィンの下で、シート、協力しながらやっていくんですね。僕たちは、じゃあ、どの球場使いなさい、何時何分にあなたたちは、試合が2つありますとか、3つありますとか、こういう、プログラムがあって、あと、打つ日と、それからバッティングの練習ですね、打ちっぱなしの練習と、それから守備練習と、いろいろコーチたちがやって。できるだけ一人がですね、子供が慕っていないように、うまくね、そのステーションを作って、どん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 回していくというのがね、僕は言ってて、であとはね、コーチたちが、プロのコーチもいるけど、そうじゃなくて、やっぱり経験の大学とか、ハイスクールで経験のコーチもいて、もうお父さんになってらっしゃるんですね。で、その人たちはまたね、ダディボール、アメリカでは言うんですけど、自分の息子をね、さらにいいポジションに置いたりとか、それから、あんまり他の子が上手なのに、自分の子だけが前にする、そういうのはね、うちはダディボールはダメですよと、みんな公平にやってくださいということを我々は言ってるんですね。さらにしても、毎日は見てないんですけど、多少は同じランクだったら自分の息子が前に来るかもしれないんですが、とにかく、ハイスクールだけ、ハイスクール入る、高校に入るまでですから、その後はもうハイスクールでは全然ガラッと変わりますし、それから大学に行ってもね、変わるので、とりあえずそういう感じでやっておりますので、ぜひ、その僕のチャンネルもぜひ登録お願いします。どうもありがとうございました。では、今日もワールドシリーズをお楽しみいただければ、後でまた簡単にですね、打つところとかいろいろまたお送りいたしますので、その辺も見ていただければと思っております。今日はどうもありがとうございました。では、また後ほど。